皆さん、こんにちは。かつて美人騎士として一世を風靡していた林場直子さん。林場さんは子供の時代から騎士として見事な活躍ぶりでスポットライトを浴びてきた人です。若い時の林場さんは可愛くて騎士としての才能を欲しいままにした才女でした。ただそんな彼女の稼ぎを当てにしていたのがご両親だと言われています。特に父親がどうも林場さんの収入を使ってしまったと言われています。自己破産したのもそのようなトラブルが原因だと伝えられていますが、本当だとしたらひどい話です。今回は美貌の騎士林場直子さんの人生に迫ってみたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。林場直子さんの若い頃の写真を見てみると、芸能人みたいに綺麗だったことが分かり輝いていました。現在林場さんは肝硬変で余命1年と宣告されましたが、宣告から5年経った今も健在です。しかし風貌は随分と変わってしまいました。ブログにはいつ死んでもしょうがないなって感じなどと書き込んだ林場さんですが、完全禁酒と野菜中心、減塩、そして8種類の薬を飲み病気と戦っています。林場さんのことについて幼少期から振り返ってみたいと思います。将棋を教えてくれたのは父親でした。林場さんに将棋を教えてみたら飲み込みが良くて、これはいけると父親は思ったのでしょう。父親の猛特訓の成果もあり、林場さんは小学校6年で女流アマ名人戦で優勝します。14歳3ヶ月で女流王将タイトルを獲得し、その後10連覇するという快進撃を始めた林場さん。10代にもかかわらず女流棋士としては無敵だった林場さんは、14歳でクイーン王将の永世称号の資格を得ていたそうです。林場さんはこれまでに様々なことで話題になっています。いくつかは耳にしたことがあったかもしれません。実は林場さんは両親とのお金をめぐるトラブルに巻き込まれていたようです。林場さんは10代の頃から女流棋士として活躍していたため、その時からお金の管理を両親に任せていました。まだ幼い女の子ですから、親のことは全面的に信頼していたはずです。ところが両親はそんな林場さんの気持ちを裏切るように、林場さんの稼いだお金をいつの間にか使ってしまっていたのです。林場さんのご両親は林場さんに、お金がないのに将棋をお前に習わせたのは私たちだと常日頃から言っていたそうですから、林場さんは両親に申し訳ないという気持ちに追い込まれていたのかもしれません。ご両親は林場さんをまるで打ち出の小槌のようにお金を生み出す機械のように思っていたのでしょうか。家が欲しいという両親に小説を書いて得たお金など4000万円ほどを用意して、そのお金で家を建ててもらおうと思っていたそうです。しかしなんと1億2000万もする家を建てて、林場さんの名義で勝手にローンを組んでいたというから驚かされます。さらに車を複数台購入して、その名義も林場さんにしてローンを組んでいたのだそうです。我が子の稼ぎを当てにする両親、今でいう毒親の走りと言えるかもしれません。父親は元警察官をしていた人だそうですが、家の中では暴君で暴力などもひどかったと伝えられています。母親がどんな人なのかはわからないのですが、そんな夫に逆らえず言いなりになっていたのでしょうか。林場さんは後年恋愛関係でいろいろ問題を起こしましたが、根底にあるのは愛が欲しい寂しがり屋の女の子という気がしてなりません。真面目な話ね、いつでも死にたい、なんで殺してくれないの神様と思うの。肝臓を移植しないと完治は難しいと言われています。でもして治る人もいればダメな人もいる、どっちもどっちならしなくてもいいもいいと、最近は何もしないのに生きているのはありがたいと思うようになったのよ。このように語っている林場直子さん、ネットでは死亡説が時々流れますが、林場さんは元気に生きています。やりたいことは全てやり尽くしたから、いつ死んでもいい、ケラケラと笑う林場さんはあくまでも陽気です。さて、重度の肝硬変を患い闘病を続けている元女流棋士でタレントの林場直子さんが、棋士時代の性欲旺盛だったエピソードを赤裸々に明かしたことがあります。
人気女流棋士として活躍していた当時は不倫騒動などで週刊誌やワイドショーをにぎわした林葉さん。現在は病気療養中ですが、その色欲は衰えないようで、ブログではたびたび気になる男性芸能人やスポーツ選手について茶目っ気たっぷりに綴っていることがあります。以前更新したブログでは、待望の冬が来たんですから、皆さんスケートですよ、スケート、フィギュアですよ、フィギュア、日本の冬、羽生の冬がいよいよ到来しました。いやん、羽生様から私の白い恋人、1年間生きながらえた甲斐がありました。ワン、あなたのお姿を見るだけで私のハートはムッシュムラムラですもん。これからどんどん楽しくなりますね、と大好きな羽生結弦選手への思いを綴ったこともあります。そしてさらに現在注目しているのが、引退したラグビーの五郎丸歩選手とのことです。羽生くんとはまた違った野性味に私のムッシュはムラムラしますぜ。また彼のいいところは、あの艦長みたいなお祈り、精神が落ち着くジンクスみたいなものだと聞いてますます好きになりましたね。繊細なハートを持っている証拠ですからね、と綴っていました。自身も棋士時代、対局の際には五郎丸選手のようにお守りを携えていたと言います。それはセンスで、一般的に他の棋士は夢や忍びなどと好きな言葉を書くそうですが、林葉さんは、業の深い私はそんな一言二言では満足できず、なんと般若心経を書かせていただきました。色即是空、空即是色、ギャーテギャーテーハラギャーテー、そうするとすっと気持ちが落ち着いてくるんですよ、と般若心経を書いた扇子をお守りにしていたとのことです。ところが当時の私は、対局が終わると色即エッチとなって煩悩の限りを尽くしてしまったわけです。ああ、若気の至り、そう語る林葉さんにはお守りの効き目はあまりなかったようです。売れっ子から懐かしのスターまで、芸能人が驚きの近況を報告する番組、じっくり聞いたろうスター近況マル秘報告2020年2月27日の放送では、元女流棋士の林葉直子さんが棋士全盛期から人生のどん底まで波乱万丈な人生を大暴露しました。改めて1990年代に天才女流棋士として話題となった林葉直子さん、5歳の時に将棋を覚え、小学5年生の時にプロ入りを勧められ、小学6年生で奨励会に入会しました。14歳3ヶ月という、当時では史上最年少で女流王将を獲得し、10連覇を果たします。そのルックスの良さもあり、天才美人棋士としてメディアにも引っ張りだこと、順風満帆な人生を歩んでいました。プロ棋士時代のギャラですが、男性棋士と違い、保険は入れず、対局料は2万円、それが月に2回くらいしかなかったらしく、優勝賞金も30万円、男性だったら当時4000から5000万円だったと述べています。そんな林葉さんは、一般人と将棋を指すイベントで1回5万円と対局以外で収入を得ていました。さらに CM 出演では出演料が1本500万円で、これがタイトル料ならよかったとも述べています。そしてあまりにも対局料が安いし、理事の先生に怒られたりして、ずっとこれを続けなきゃいけないのかと、1995年に27歳で棋士を引退しました。引退後から人生は急転していきます。1998年、林葉さんが30歳の時に男性棋士との不倫が発覚し、連日ワイドショーで取り上げられました。さらにヘアヌード写真集を発売しました。将棋雑誌の記者だった知人から、300万円ないと廃刊になると相談を受け、私が300万円を返してあげなきゃと思い、800万円の写真集のオファーを受け、300万円を無償で渡したそうです。写真集は大ヒットを記録しました。30代でヘアヌードをテーマにした2冊目の写真集も発売されるのですが、望んでいた内容とは違い、毛だらけの写真集だったそうです。毛だらけだったので、日本に帰れずにアメリカに1年いて、3ヶ月おきにいろんな国に行ったらお金がなくなったと、写真集のギャラは海外旅行に使い果たしたといいます。帰国後、3冊目の撮影をすることとなり、変わっていた方がいいかなと高須クリニックで豊胸手術を受け、
B カップから F カップにした手術費用はなんと200万円だったそうです。そんな林葉さんが借金1億円を抱える羽目になりました。棋士時代から父親に貯金通帳と印鑑を預けていたのですが、その父が勝手にマンションや車を購入したり女遊びで散財したりしたそうです。その後も前述の通り様々借金がかさみ、ついには2006年に自己破産を申告しました。借金もなくなり平穏な生活を送れると思ったのですが、2014年に肝硬変が発覚し、1週間くらいで妊婦さんみたいにお腹が腫れちゃって足も紫色になっちゃったと述べています。医師から最も重症なチャイルド C と診断され、余命1年と宣告されてしまいました。原因はアルコールの飲みすぎたと言われたそうですが、若い頃から飲んでいて、一番元気な頃はヘネシー2本くらい、ワインだと2本くらい、ビールは酒だと思っていなかった、ピッチャー2つ飲んでいたと凄まじい飲み方をしていたそうです。余命宣告されてから5年ほど経つそうですが、お酒はやめて塩分も控えるようになりました。その甲斐もあり、現在は症状もチャイルド C から A までに回復したそうです。いかがだったでしょうか。今回は林葉直子さんのこれまでの経歴と近況について見てきました。今は故郷の福岡で母と一緒に暮らしているそうです。アルコール性肝炎で入院した42歳の時、福岡から上京した母が一人で住んでいたら危ないから帰るよと、私が住んでいた都内の賃貸マンションを解約し、荷物を福岡に送ってしまって、退院後は帰郷せざるを得なくなってしまったんですと語りました。そもそもお酒を覚えたのは良くない恋愛のせいだったと振り返っています。女流棋士として女流王将を10連覇し、小説家としてもバリバリ書いていた23歳の頃、その恋愛が始まりました。相手の方のお酒に付き合っていろんなお酒を飲むうちにお酒の味を覚えてしまったと語ります。さらには寝る前にちょっと飲んで寝る癖がついてしまいました。その後、相手の方の仕事の成績が落ちてしまったことで自分を責めてさらに酒量が増えていきました。別れ話になっていた20代半ばは飲酒のピークで、一晩でヘネシーを1本開けるなどしていたといいます。今思えばあんな恋愛はお互い無駄なエネルギーを使っただけでした。周囲にご迷惑をおかけし、体を壊し、その上私は大切な将棋を失ってしまった、つくづく残念だったなと思いますと振り返っています。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。